バットが来ました。このバットの焼きって何か意味あるんですか？おじゃおじゃ、つえ君、はい、とうとう来ました。そうですね、楽しみにしてた。もう楽しみにしすぎてた。あれがゴールデンウィークを挟んだからね、ちょっと時間が今回かかったんよ、うん、バットが来ました。いやー、結構待った印象がある。そうですね、なんか注文されたって聞いてからは。今回はね、まあ新しいバット来たんですけど、それをね紹介していきたいと思います。こちらです。はい、アチュモデル BB です。今回もいいですね、完全にかっこいいというか、うん、で今回は焼きをねやってみました。白木です。白木のバットマジ久しぶり。そうですね、確かに、うん、スミレスポーツのこのバットって袋入ってるじゃないですか、うん、あこれな、はい、なんか店頭とかで売ってあるものとかだったら、うん、固いラップみたいなバットになんかすごい密着してあるような、あシュリンクね、あシュリンクって言うんですか、ねうん、そういうのがあると思うんですけど、うん、なんかあれなんか綺麗に剥がせないんですよね。あいい方法とかあったりするんですかね。あれはこう持ってこうやったらバリバリっていく。あほんなペロペロペロっていく。あじゃあもうなんか根元から剥いでいくとかよりも先に、そうそう、なんかよくやるのは先っぽからこうカリカリカリってやってこうピリピリってやるんだけど、ここまあここでもこうでもいいんだけど、まあ俺は大体グリップのところバリってこうねじって破ってしまう。ほんならバリって取れるから。そういう仕組みというか取り方があったんですね。うん、あれが一番簡単やと思う。いろいろ試したけど、うん、もともとスミレもねあのシュリンクで拾ったんやけど、うん、なんか最近なんでか知らんけど袋になってて、うん、まあまあこれはこれで開けやすいからいいなと思います。では開封していきたいと思います。俺このために6時間ぐらい待ってるから、うん、つやつや。今回はね全部つやありでオーダーしました。うわこの感じ。今年からここに素材をね、書かないといけないようになったよね。S っていうのは工場の頭文字らしい。そういうのも全部表記されるよね。あ、本当ですね。うん。ほんまや、書いてある。素材とどこで作ったかっていうのを今年から出さないといけなくなったらしくて、そういう感じになってる。で、今回アチュモデル BB、いつも通り89センチで880グラムでオーダーしました。正直ね、ここが俺あんまりツヤありは、正直あんま好きじゃないんやけど、まあ今までツヤなしでやってきたからたまにはいいかなと思って。でこのバットをさ白木で作った場合、グリップツヤなしにした場合、はい、変にここにこう、途切れるところがあって、ちょっとあれだってね、俺あんま好きじゃないの。うん、やから今回全部ツヤありにしてみたっていう感じ。確かになんかここまでアツさんの持ってらっしゃるバットでツヤ感を感じるバットなかったですね。うん、全部ツヤ消しにしてたから今まで。うん、ね、思ったんですけど、うん、アツさんのバット見させていただいた中にも焼きのバットってあったじゃないですか、うん、今回も多分焼いてると思うんですけど、ね、うん、焼きしてるよこれ。このバットの焼きって何か意味あるんですか？ね、ぶっちゃけあんまないって言われてる。へえ。で製造の部分で難しいんやって、焼きをすると、うん、アッシュ系タモとかアッシュの場合はバットがこう締まるんやって、うんうん、だからいいって言われてんねんけど、参考材のメイプルとかバーチとかってやりすぎると割れたりするんやって。あ、焼くことで、うん、へー。だから結構その製造が難しいらしくて、はい、工場としてはあんまり注文してほしくないっていうのが実際あったりするらしいそういう作り手の事情があるんです、うん、そうそう。でメイプルとかは正直俺はもうマジかっこよさ、うん、でやってるかな、うんうん、まあファッション的な、まああんまりね白すぎるの好きじゃないの。あ、まあ本間の白木みたいな、うん、っていうのもハーフスイングがさ取られやすいの。あ、そうなんですか。軌道が残りやすくなるから。あ、見やすいの。あ、累進からだからあんまり好きじゃない。まあ最近ハーフスイングすることもあんまなくなったから、うん、気にしなくてもいいかなっていうのはあるけど、だから今回真っ白木にしてみたっていう感じかな。アチュモデル BB に関してはね、詳しい説明はあの以前動画撮ってるので、あのそちらね、あの参照にしてもらえばいいかなと思います。
で、まあ、スミリスポーツさんの方で、前のアッチモデル BB を送って、で、再現で作ってもらった形なので、再現率 99.8% ってとこかな、触った感じ。持ってみる？いいですか？うわー、でも確かにその BB で前持たせてもらった感じと似てるっていうのは自分でもちょっと感じますね。 99.8 の微差までは分からなかったですけど、まあ色が違うからさ、ちょっと変わるのよ、色のあれで。あ、色でも変わるんですか？ちょっと俺の感じやけどこれ。へえ。塗料の感じでちょっと変わったりする感じがちょっとあるかな。あ、そっか、と塗ってるのと焼いてるだけとっていう。そうで、これ焼きで、じゃあこれ自分でバーナー持ってる人焼いたらいいんじゃないとか思う人いるかもしれないけど、それはやめた方がいい。っていうのも、木製バットって白木でも基本的にニス加工してるんで、最後の仕上げで。ニスが剥げる。焼いた。ニスが割れたり焼けたりするから、それはおすすめしません。普通にオーダーなり、今焼いてるバット結構売ってるから、普通にそれを買えばいいんじゃないかな。って思いますね。面白いですね。いや、マジかっこいいな、これ。うん、いや、かっこいいですね。いや、やっぱり、いくつになってもね、新しい道具ってね、テンション上がりますね。うん。ただ、木製バットはいずれ折れます、確実に。ダメになります。ので、折れないバットなんですかみたいな質問よくあるんやけど。それは、無理、絶対折れます。それで言ったら、ほんと練習と試合を分けたりとか、そういう風にしたらいいかなと思うんですけど、高校生からさ、たまに質問来るんよ。はい。低反発になったやん。そうですね、はい。で、おすすめの木製バットありませんかって。俺基本的に木製バットを勧めてない、高校生に。ああ、高校生に。うん。だって半端なくおるから。ああ、確かに。もうそら家がめっちゃ金持ちで年間バット十何本買えますだったら別にいいかもしれない。うん。けど親御さんがお金出してあのバットを買ってくれてるっていう状態の時にわざわざその木製バットを使うメリットってあるのかって考えたら俺別にあんまないと思うね。木製にしなければならないぐらいの理由はないってことですね。ないと思う、うん、だってバッティングをさ考えた時に金属バットのバッティングと木製バットのバッティングって一緒じゃん。そうですね、変わらないと。変わらないじゃん、うん、金属だから打てる、でも木製だったら打てないっていうのはバッティングが悪いじゃん。そうですね。だから木製バットでも金属バットでも打てるバッティングがいいバッティングになる、うんうんうん、って考えた時に別にわざわざじゃあ木製になれるためにっつってやる意味はないと思う。それはそうですよね、確かに、うんうん、ただ木製バットがもう好きすぎてたまらんっていう場合俺結構おすすめあるのが、はい、ラミバット。あー、ラミバット。ラミバットって知ってる？合成的なやつですか？まだ違うんですかね。芯がなんかこうこれ一本木なのよね、一本木のバットなんやけど、はいはい、この中に竹の芯が入ってる。へえ。で、外に、まあメイプルが大体は、メイプルが貼ってあるバットがラミバットっていうのがあるんやけど、はい、それは、まあ俺も長いこと使ってる時期あんねんけど、昔俺が大阪ウィングをおった時って、BFG マークなかったから。あ、そうなんですか。うん。だから俺ラミバット使ってたの。折れにくいし。だって、うん、ここもうこの辺からの竹やから。あ、でこっから先にメイプル張ってるっていうイメージ、うんうんうん、で俺この間ちょっとね調べたの、高校生は公式戦でランバット使っていいの。あ、そうなんですか。うん、竹バットランバット、使っていいんです。うん、ただ全日本バット工業会に登録されている、メーカー、まあ水野だったり Z だったり SSK だったりその大手から、まあスミレスポーツも工業会登録されてます。 BFJ 入ってるんで、まあラミバット結構いいんじゃないって。竹バットほど痛くないし、ほんで。あ、そうなんですか。で竹バットレベルの耐久性がある。おお、まあ、それは美味しいですね。うん、から結構俺ありじゃないかなって、うん思ってます。高校生でいっぱい練習するじゃん、うんうん、でメイプルの打面だからそこそこやっぱり耐久性はあるから、うん、ラミバットをオーダーするとか、あもありかな。そういう楽しみ方もあるかなっていうのは思ってます。ちゃんとね、各、連盟の、まあ、高野連の規則というか、その審判の人に聞いた方がいいけどね、うんうんうん、それは確実。僕もこの動画で言ってたから、じゃあ行けるんだって言って、言っても、正直、それでダメだったって言われても、俺、責任取れないから。でも、ルール上大丈夫のはずだから、俺はおすすめするのラインバットとか、ありかなと思ってる、うんうん。こういう一本木のバット、はい、より折れにくいから。うんうん、っていう感じかな。自分が高校生の時は、うん、低反発バット
じゃなかったですけど、うん、このラミバットの存在とか、なんか知ってたら練習で使ってみたなとか思ったりしますね、今。知らなかったよ。そう、知らなかったです。まあ、ラミは結構ね、いいと思うよ、俺。うん。どっちが飛ぶっつったら多分こっちの方が飛ぶけど。うん。一本筋の方が。材質がいいから。うん、うん。やけど、まあそういうのもありかなって思う。っていう話でした。はい。はい、というわけで今回は、スネスポーツで、アチモデル BB を出させていただいたので、ついでにいろんな話もしていきました。いやー、これで打つのマジ楽しみ。新品のバットってほんまにテンション上がりますよね。一球で折れてしまうこともあるのが、普通だったから。そう。まあ今後もね、まあしばらく2本分短く持って打っていきたいと思います。シーズンも後半戦になるんで、そうですね、まあより良い表現を、見せていこうかなと思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。失礼します。よっしゃよっしゃ、うわっ、おっ、よっ、お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 っ、